はい、どうもこんにちは。今回ねまた逆転裁判1、2、3なるほどセレクションから逆転裁判1をねやっていこうかなと思います。前回は前回はっていうか、まあ、今回さ新しい話に入ってさ今回じゃないわ前回か前回新しい話に入ってこの三剣がなんか殺人事件を犯したんじゃないかみたいなことになって、でこの三剣がまあ殺人事件を行ったとされているこのひょうたん湖っていう場所に来て調査をしているっていう段階かな。うん、それぐらいでこの関西人になったからなんかそう、あの僕こういうものなんですけど、どういうものや、そんな小汚いバッチ知らん、弁護士なんですけど、あなや、さっきのフィルムのことで因縁尽きる気な。エリ、出るとこ出ようか。いえ、そうじゃなくて、僕たちこの湖で起こった殺人事件を調べてるんですよ。殺人事件？なんや、おもろそうやん。うん、ええわ。なんでも聞き。お、やった。機嫌が治ったみたいだ。あんたも隠れてないで出てき。そういえば、迷いちゃんの姿が。ごめんなさい。私、早く喋るの苦手で。ええで、ええで、うちが合わせたる。うちが合わせたる？あ、ごめん、関西じゃねえからわかんねえ。はい、ありがとう。うちは大騒ぎ、夏美や。大騒ぎか。大学の研究生で、流星の撮影に来てるんや。よろしくな。よろしくお願いします。なあなあ、殺人事件っていつやったん？うちここんとこずっとテレビ見てへんねん。クリスマスイブの深夜です。はあ、クリスマスイブね。男の人がボートの上で撃たれたんですけど、何か見ませんでした？ああ、ボートな、見たような気もするねんけどはっきりせえへんな。ここ3日間ずーっと湖見とるや、見てるやろ。ボートも腐るほど見とるわけや。いつのことかは覚えてへん。夏美さんってどういう方なんですか？え、うち？は、どうだっていいやん、そんなこと。大阪はな、大学生や。研究員やってるんや。ああ、すごい。だから、大阪で大学で研究員だよ。そのまんまだな。それで、いつからここにいるんですか？そうやな、3日間ぐらいやろか。何を撮影してるんですか？まあ、流星でしょうね。流星でしょうね。さっきも言ったやろ。流星や。そう、流星群を撮っとるんや。流星群？ちょ、お前の声わかんねえわ。これでやってるけどさ、しぶしぶ。なんかすごいカメラですね。ああ、そうやろ。ドイツ製やで。ゾリンゲン。そりゃ刃物だろ。カメラについてる装置は何ですか？あれ、クラッカー鳴らしたら急に動き出しちゃって。大きな音がしたら自動的にシャッターを切るから、破裂するような音が装置にプログラムされてるんや。プログラムされてるんですね。これ絶対撮ってんじゃないのねえ。あ、他あるかな、調べるもの。毒にないかな。じゃあ行こうか。行こう。じゃあ行こうか。ありがとうございました。なるほど、ここは貸ボート屋だよ。ボートで殺人があっただけに今日はやっていないみたいだね。ボートか、私乗ったことないよ。事件が解決したら乗りに来ようか。お、いいね、それ。いけてんね、お前なかなかいいこと言うね。一緒に来ようかなんつってね。この奥も森になっているみたいだ。こっちの方に行っても調査の役には立たないだろう。ほう、貸ボート屋の管理小屋だ。人がいるような気配はない。事件があったせいだろう。今日は営業していないようだ。
湖の上にボートが浮かんでいる。殺人事件はこのボートの上で起こったわけか。なるやっぱり乗りに来るのやめよう。なんで？怖くなっちゃった急に。なんかなんでそのボート見ただけでさ、そんななんか行く気失せたんだろうな。でこれは警察署行こうか。あ、いる。偉そうな人と、なんか警察にありがちなキャラクターもいるね。ぬいぐるみが。糸の子さん、いないで。どうしたのお嬢ちゃん。ん？自首かな？何やったの？万引き？違いますよ。糸の子刑事さん探してるんですけど。糸の子？ああ、今捜査会議やってるよ。まだかかるんじゃないかな。じゃあまた来ます。そうしなさい。まっすぐ帰るんだよ。万引きなんかしちゃダメだからね。私、悪人面なのかな。まあまあ見た目でしょ。あ、これ署内調べられるの？刑事たちの机が並んでいる。パソコンに資料を思ったより片付いているな。多分あまり席にいることがないだろう。あ、いる。刑事さんだろうか。何やら一人でブツブツつぶやいている。国のおっかさん泣いてるぞ。吐いちまえよ、楽になるぞ。取り調べのイメージトレーニングをしているようだ。刑事課の課長さんだろう。パソコンの画面を食い入るように見つめている。何？ひょうたんこでヨッシーを目撃だと。もっと大事な事件があるだろう。あ、見れる。警察のマスコットキャラクターってこんなんだっけ。タイホくんだよ。タイホくんだよ。わしが考えてわしが作ったわしだけのマスコットさ。そうなんですか。こいつを刑事課のマスコットにするのがわしの最後の仕事だよ。頑張ってください。じゃあ行こうか。終わったかな。どこ行こう。じゃあまだ公園調べた方がいいか。なんかあったかな。でも人通り見たけどさ。だってあいつとも話したしさ、一応。てってってれれてっ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 てどこだ。一回事務所とかに帰った方がいいのか。事務所に帰ってもいいことないんだよな、基本的に。なんかあるか。そうだな。じゃあ一回事務所戻ってみようか、とりあえず。公園で事務所。ないんかい。ないんかい。ってなると、カメラのこと掘り下げんのかな、あいつに見せて。特に変化ないもんな。ないっしょ、多分。ないもんな。あいつにカメラ見せてみるか、じゃあ。詳しく聞かせてください、的なね。あ、来た。破裂音で作動するんですね、あのカメラ。そうや、この事件の被害者はピストルで撃たれてるんですよ。ピストル？銃声ってクラッカーと同じ破裂音ですよね。そうやね。もしかして何か撮影されていないでしょうか。お、なんかかっこええな、兄ちゃん。え、うん、なるほどな。ちょっとうち調べたるわ。昨日の晩の写真なんですけど、結構はしてないけど何か写っとるかもしれんもんな。へへ、ちょっとワクワクするな。ほな、また後でき。え？ああ、車の中に入っちゃったよ。しょうがないね、また後で来ようか。これで警察署行けばいいのかな。回収したでしょ、さすがに。多分
これ多分時間軸が進んだってことになるでしょう。行こう。来た。糸抜かせ、まだ会議なのかな。おお、よく来たっす。あ、糸抜かせ。捜査会議が終わったっす。やれやれっす。あまりいい知らせはなさそうだな。聞こう。被害者のこと何か分かりましたか？それがまだ身元が分からないっす。みつるぎ剣士はなんて。何も言ってくれないっす。どうなりましたか、捜査会議。そんなこと弁護士になんか話せるわけないっす。そうですよね。自分はもう何を信じていいか分からないっす。確かに三剣賢治も我々と同じ人間っす。でも、もしあの人が罪を犯したら隠さないと思うっす。あの人はそういう人っす。なんでみんなそれがわからないっすか。やっぱり三剣賢治が犯人ということで。明日の裁判は予定通りやるっす。そうなんですか。捜査会議のことを結局全部喋っちゃいましたね。みんなには秘密っす。はい。とにかくお願いするっす。どっか三剣賢治を見捨てないでほしいっす。あの人には今味方が必要っす。何も話してくれないのはきっと理由があるはずっす。いただくぜ。なぜそこまで三剣賢治を信じられるんですか。そんなこと当然っす。我々には固い信頼関係があるっす。お互いを信じているから一緒に頑張れるっす。信頼関係。三剣賢治は起訴された被告人を必ず有罪にするっす。確かに行き過ぎた方法を使う時もあるっす。でもそれは我々の捜査を信頼してくれているからこそっす。そしてその信頼に応えるために我々は必死で捜査をしなければならないっす。どうなんですか。三剣賢治は信頼できる人物っす。それだけはこの糸の子圭介うっちかって言えるっす。そういえば解剖記録どうなりました。ああそれっす、コピーしといたっす。あ、じゃあ一応死んではいるんだ。ありがとうございます。なるほど。ん、ちょっと見せて、その被害者の写真。え、見たことあんの？古畑任三郎みたいな古畑任三郎みたいな顔してるけど、見た目がどこかで知ってる人。うん、わからない。昔どこかで会ったことがあるような。あ、ってことはあれかな、事務所で探すってことかな。ちょっと待ってよ。あるでしょ、記録。どうしたの？いや、なんかちょっと引っかかることがね。さっきの解剖記録もう一度見せてくれる？ああ、思い出したよ。この人、お姉ちゃんがいた事務所にいた弁護士さん。え？事務所に遊びに行った時に会ったことがあるよ。千尋さんがいた事務所？それって、星影大先生？そう、その人。まさかここであの先生の名前が出てくると。久しぶりに話を聞きに行ってみるか。マジあ、まあ、これは一緒か。あ、これで手がかり。でもなんか、まあ多分公演最後だろうな、多分こういう流れってことは。久しぶりだな、先生の事務所。あ、先生の声わかんねえ。やべえ。相変わらずお出かけ中らしいな。あれか、おじいちゃんだったな。ねえ、なるほど。あそこで帰り。あの絵、帰ってこないんだ。千尋さん、星影先生が小中に凶悪されていたこと、もちろん知っていたんだろうな。あ、じゃあ公園か。OK。行きましょう。
あいつ終わってるでしょう、さすがに。これ。来た。お、いいね。あ、あんたら。夏美さん。待っとったんやね、ビンゴや、ビンゴ。ビンゴ。昨日の晩な、2階自動シャッターが降りてん。うんうん。ソニー発明がこれ、ちょっと見てみや。怪しい。怪しいよ、なんもわかんねえな、これだけだったら。これは7、思い切り撃っとるやろ、ピストル。え、ええ。でも誰が撃ったかまでは見えませんね。そうやね、霧が濃かったからな。でもな、この写真見てうち思い出したんや。な、何をですか。この事件な、うち目撃しててん。本当ですか、夏美さん。もちや。またとんでもないことに。なあなあなあ、これってやっぱ警察に言うた方がええよな。まあ、言うた方がええで。言うた方がええんちゃいます？あんた、認識な関西弁使おうたらあかんねえ。まあええわ。ほな、うちちょっと警察行ってくるわ。この写真やるから。ほな。ちょっと、夏美さん。なんや、忙しいんや、うちは。僕たちにもその話聞かせてくださいよ。アホ。うち目撃者で、正義の味方は警察の味方や。あんたらに教えるわけないやん。ひどい、夏美さん。まあまあ、ええやん。昨日の敵は今日の友、逆か。とにかくそういうことや。ほな、行くで。証言とかするんかな、楽しそうやな。あ、逆のが良かったかな、行かん方がええんちゃいますの方が良かったかな。行っちゃった。どうしよう、目撃者増やしちゃったよ。でも見ちゃったものはしょうがないもんな。問題は夏美さんが 何を見たかだけど、それはどうやら裁判まで知りようがないな。はい。ない、夏美、他に。夏美。あ、見れる。あ、下かぶった。これはコンピューターみたいだな。カメラに繋がっている。まあ、特にないか。じゃあ、あいつの弁護士の方かな。あれ？ここで行くんの？警察の人を聞き込み諦めたみたいだね。おい。え？誰？あ、ナルト君、サンダさんに因縁つけられたよ。じゃて、どうする？え？久しぶりだな、ナルト。ナルト君、サンダさんに知り合いがいるの？いないよ。俺だよ、俺。ちょ、ちょ、かぶっちゃった。お前！おい！久しぶりじゃねえか、お前。完全に忘れてた、お前。お前の声なんだっけ？覚えてねえ、俺、ごめん。何やってんだ、こんなところで。決まってんだろ、バイトだよ、バイト。まんじゅう売ってるんだよ。かずみとのデート、金がかかるからさ。こいつ、まだ懲りてないみたいだな。かずみはいい女だぞ。これ着た方が売り上げ伸びるんじゃないかって。この服プレゼントしてくれたんだよ。プレゼント？こんなちゃんとしたサンタセットないだろう。いい人なんですね。お、かわいい。なるほど、この子はあんたの何なのさ、何なのさ、何なのさって。あの、私、あやさと迷いです。その妹です。妹？そうか、大変なんだな。なるほど、こんな年頃の妹を養って弁護士を。いや、お姉ちゃんの妹。はあ、いい話よな。聞いてない。じゃ、こいつ聞いて終わろうかな。なあ、やはり昨日の夜ここで殺人事件があったんだけど、ここでアルバイトをしてたんなら何か知らないか。無理だよ、なるほど。
日の出はクリスマスイブだよ。やっぱりさん、恋人いるんだよ、和美さん。こんな寒いところにいるわけないじゃん。今の一言、なんか激しく傷ついたみたいだぞ。みたいだぞ。いや、和美のやつ、今撮影でグアムに行っててさ、ちょっと会えないわけよ。相手はモデルか。この湖で殺人があったんだよ。明日その裁判があるんだ。はぁ、被告人はあのミチル・ギレイジだ。だろう。ちょっと適当になっちゃったな。やっぱりさんがミチル・ケンジのことを知ってるわけが。なるほど。ミチル・ギってあの、そうだよ、あいつ殺人事件の容疑者な、んだ。そんな、やっぱりさ、三剣賢治のこと知ってるよ。もちろん俺たちのクラスメイトだからな、小学校の頃の。そういうつながりがあったの。言ってよ。なるほど。おまんじゅうのことですけど。ああ、お父さんまんじゅうのこと。なんであれが殿様まんじゅうなんですか。なんていうか、ひょうたんの形に見えますけど。ああ、あれ、もともとはひょうたんこまんじゅうだし。え？いや、かずみがさ、俺の女なんだけど、名前変えた方が売り上げ伸びるんじゃないかなって、のぼりを作ってくれたんだよ。おかげで子供たちに大人気なんだぜ。なんかやり場のない憤りを感じる。それにさ、最近は例のニュースで人手も多いんだよ、この湖。例のニュース、あれだよ、ヒョッシー。よし、ミスリー剣士、やっぱりさんの同級生だったんですか。まあ、やっぱりの同級生ってことは、なるほども同級生だよな。そうさ、なるほどお父さんによくつるんでたぜ。そうだったんだ。あいつあの頃からお坊ちゃんでさ、お父さんみたいになるんだってお勉強してたよ。お父さんみたいに。ああ、あいつの親父有名な弁護士だったんだよ。有名な弁護士。そう。ちょっと待って、三井さんは検事なんですよ。誰だよ、検事って。検事じゃなくて検事、弁護士の逆みたいなもの。いや、そりゃ知らなかったな。どうしちゃったんだあいつ。あの頃は僕は孤独な人の味方になるんだよなんて、恥ずかしくなるような理想を散々語っていたのにな。なるほど。なるほど。くん喋らないな。なるほど。あの、何ですか、ヒョッシーって。だ、知らねえの。この湖にさ、いるんだよ、巨大な怪物が。怪物。ああ、これ昨日の雑誌の記事だ。写真もあるぜ。あ、本当だ。なる、怪獣だよ、怪獣。うん、本当にいたのか。お、この写真を撮影したAさんの話。何、自動シャッターでカメラをセットして2人で並んだ時、パーンっていう大きな破裂音がしたんです。その後、背中の方でかすかに水の音が聞こえました。怪しいね。なんかいろいろなんか被ってるよな。私も見たいな。なんで破裂音なんだ。やはり。よかったらこの記事くれないか。ああ、いいぜ。100万円で売ってやるよ。いや、100万円。子供か、お前は。ありがとう。まあ、特にないけども、それ以上は。一応、冒頭屋も行ってみるか。あ、ないか。オッケーオッケー。じゃあ次のとこ行って終わろうか。
これでどこだっけ。あいつか、星影か。いや、警察署見て行ってみたらいるかな、あの女。またいないよ、糸の子さん。糸の子なら取り調べしてたよ。ちょっと重要な証人が現れたんでね。あ、違う、これ刑事だ。課長じゃねえわ。時間かかると思うよ。夏美さんだよ。まいったな。オッケーオッケーオッケー。じゃあ、星加減とこ行って、あるお前の話、ないか。終わろう。ここで終わろう。じゃあ、あざした。